今村荒尾今村荒尾は内科学者、元大阪大学総長、奈良県安土町生まれ、大阪府から奈良県独立、再設置に導いた民権運動家であった今村つとむさんの次男。金さんの長男は大正昭和時代前期の銀行家、今村幸雄。三男は第二本防石常務取締役、相談役を務めた今村串を 天中組の立役者であった今村文吾は金三の叔父にあたる。東京帝国大学卒業。東京帝国大学伝染病研究所を経て、1925年、大阪帝国大学教授に就任。大阪帝国大学微生物病研究所長を務めた。また、奈良県立医科大学の前身の、 奈良県立医学専門学校の初代校長となった。日本で初めて b c g ワクチンの人体接種を行い、結核予防と治療に尽力した。1951年、日本学士院会員。1960年、文化功労者。大阪大学第五大総長を務め、総長時代には法文学部の新設に尽力し、医学、理学、工学の産学部で発足した。 同大学の総合大学としての礎を築いた。日本結核病学会では学会賞として今村賞を設けている。これは今村が日本の結核研究の草分けの一人として貢献し、大阪大学での結核研究の伝統を築いたことを記念して優れた結核研究の成果を上げた研究者を検証するものである。大阪大学歴代総長あまり、 カオル大阪大学編大阪大学出版会 2004ISBN48 億7259万1798ありがとうございます。